任期満了に伴い今年11月に行われる予定の桜井市長選挙に今日現職の松井正剛さんが立候補を表明しました。これは今日の市議会の代表質問で明らかにしたものです。松井さんは現在66歳、県議会議員などを務め2011年の市長選挙で初当選、前回4年前は無投票で当選しました。ここで町づくりの歩みを止めるわけにはいかないと考えております。微力でございますが市長の職を来期も担わせていただくことで桜井市をよみがえらせ、かつてのにぎわいを取り戻すことができるよう全身全霊を挙げて市政に取り組んでいく所存でございます。松井さんはこのように述べ、本庁舎の建て替えや県との連携で進めてきた町づくりなどの計画を実現させたいと意気込みを語りました。なお今回の桜井市長選挙への出馬表明は松井さんが初めてです。